こんにちは、スンダモンです。スンダモンはお金がありません。リッチなマックが買えません。そこで世界のみんなから、お金のないスンダモンでもできる方法を聞きました。スンダモンでもわかるようにゆっくりゆっくり行きます。よろしくお願いします。こんにちは。めんどくさいことは嫌なので、これは全部フィクションです。マックってかっこいいですよね。プログラミング習いざ知らず、かっこいいからなんてお高すぎますよね。そこでここでは Windows 11上でできるただのバーチャルマシン VM レアを使って、ハッキントッシュのマザーマシンにもなる MacOS カタリナを動かしてしまいましょう。まず VM レアをダウンロードしてインストールしましょう。 Google で検索してダウンロードします。標準的なインストールで全然構いません。標準で大丈夫です。次は MK アンロッカーという VM レアのロック解除のプログラムをダウンロードします。少し時間がかかりますが、 MacOS 用のインストールファイルを探しているためです。最後に探せたようですね。これで VM レアのロックが外れたので、実際にインストール作業に入ります。ここで前もって MacOS カタリナの ISO イメージが必要ですが、頑張って探しましょう。Thank you.
去してここへインストールするだけです。
りです。